さあ新崎人生の登場です。中川さん独特のこう趣ありますよね、人生はね。はい、ああいうふうに黒田が従っています。独特の間といいましょうか、道プロの新崎人生。そしてリッキー富士です。さらにはリック・モートン、ニューロックンロールエクスプレスの登場です。何かこうまたまたこのニューロックンロールエクスプレス再結成することができて、リッキーさんの生き生きとしますね最近ね。そうですね、ですか、キャラクターがこういう感じですからね、一つんじゃないですかね。本当にそうですね。さあ一方のアメリカ版の FMW 固まって入場してまいりました。先導してくるのはこのガンモスの隣、ビクター・キニョレス、そしてザ・グラディエーター、さらにはいつものように電動の時にブンブン振り回してスーパーレザーです。あーと椅子をめちゃくちゃ放りながらやってまいります。試合はすでに始まります。まだレザーはリングに到着していませんが、ゴムが打ち鳴らされました。もうお構いなしです。これはこの試合の形式のいいところなんですけども、まだ確か向こうの方でスーパーレザー暴れてるみたいです。お客さんが右往左往してます。あの電動のこぎりはすごいですよね。そうですね、怖いですね。おっと地獄次、ようやくリングに到達しました。まだブンブンうなりを上げています。スーパーレザーの電動のこぎり一番遅れてやってまいりました。スーパーレザーにまず人生が突っかかっていきます。地獄好き、この試合 の、 あの戦い方というのはどうですか。有刺鉄線でトルネード、しかもどん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 もうタッチ関係なしというルールですけど、何がポイントになってきますか。ストリートと一緒のような感じのようなんですけど、大きな違いはこの有刺鉄線でしょうね。そうですね、戦う場所っていうのはこの中でしかないわけですからね、場外にも行こうと思ってもいけないわけですから、その中でどう戦っていくかっていうのは、やっぱり慣れだとは思うんですけどね。かなり技が制限されてしまいます、ロープ使えないわけですからね。ですよね。まあ、この中にはいませんが、早草選手あたりはもうこれ大呼ばれになるわけですよね。そうですね。空中殺法が全部塞がれてしまうわけですからね、コーナーに駆け上がるにしてもこれおいそれと駆け上がれるもんじゃないでしょうし、まあそういった意味ではこの中で一番どうでしょう、不利を被っているということができる選手は誰になるんですか。人生選手じゃないですかね。ですね。それからまあ陸の方もそわーっとロープに振られました。有刺鉄線に振られました。さあガンノスケ、どうしてもこのガンノスケと人生のこの対決になってしまいます。まあすごい何かこう気迫を感じさせますよね、ガンノスケが人生に対するものというのは。特別ななんかあると思うんですけどね、わざわざあの道のくの会場まで行きましてね、マスクを燃やして、この人生をね、まあまんまとおびき寄せたと言ってましたけども、そんな感じで連れてきたわけですからね、まさに人生にとりましては苦行の旅、そんな真っ只中の FMW の試合です。垂直落下でしょうか、落としていきます、前に落としてきました。スーパーレザー、うわーっと腕を決めています。ロープでよくこういうことありますけれども、人生、まあ、道プロにいたらって言ったらこんなことはないわけですからね。まあその FMW の真っ只中に行く中川さんでさえどうです、この有刺鉄線というのは慣れることはないでしょうね。そんなに怖いですよね、怪我する確率というのは高いわけですからね、アサンボン、机の上にアサンボム、リッキーが、あーっとこれはカットに入りました。リック・モートンです。やはりその有刺鉄線があるという次の日なんかこうちょっと気合が入るものがありますか。嫌なっていうのは正直な気持ちですけどねあそうですか、そうですよね、好きな選手はいないでしょうしね、さあお客さんを煽っていきます。ミスター・ガンノスケ、リスナー例によって用意されましたこのグラジスト、そしてスーパーレザー、最強の韓国人コンビ、あーっと肩のあたりか、人
先生が打ち付けました。カバーはワンカーあるいは通過。長村さんから見てこのスーパーレザーというのはどんな選手ですか？パワーはやっぱり感じてきますか？大きいですよね。195センチで130キロですかね。反則ですね。反則ですか？人間反則、体が反則だと。そしたらグラジなんかもっと反則なんじゃないですか、はい、192センチの135キロ、はい、これ伊藤剛レフリーが言ったんですが、新しいシリーズであのグラジエーターが来日してきますよね、はい、その時ってのはものすごく怖いらしいですね、はい、体力が余ってる開幕戦というのはできるだけ当たりたくないと皆さん言うそうですが、はい、本当なんですか？当たりたくないというか向こうで、やっぱり試合っていうのは多分してないと思うんですよ、日本だけでやってると思うので、はい、その辺ずっとトレーニングばっかしてると思うんですよね。まさにもうやってやろうという気で乗り込んでくるわけですよね、リック・モートンが先ほど捕まったシーンがありましたが、うーっと今コーナーに捕まっています。リッキー・フジとリック・モートン、ロックンローラーらしいところを片鱗に見せかけたところで捕まってしまいました。とうまく飛ばした、うまく飛ばしました。そしてジャンピングニーを持っていきます。新崎人生ちょっとフラフラ状態。そしてリック・モートン、まあレザーにはこのぐらいのことやってもいいでしょうね。大丈夫だと思います。全然聞いてないことはないでしょう。飛ばされました。さあ念仏パワーボンカーリング中央、捉えたのはガンノスケです。これはなんとか抜けました。お手首を決めました。さあ道連れに、あっと登れないのか。あ、やりますね。小上ロープ渡り、いや小上有刺鉄線渡りです。これ痛くないんでしょうかね、タビで。どうなんでしょう。ないですよね。タビはやっぱリングシューズよりかなり薄いそうですよね、当然ながら。だと思うんですけどね。浸透滅却すればというやつですかね。有刺鉄線もまた痛くなし。念仏パワーボム。さあこれでカウント取れるか。あーっと取れません。そうですよね、これだけの人間がこのリング内にいるわけですもんね、おいしそうとカウンター取れないですね。そうですね、やっぱりあのチームプレーというのを考えて、ここぞという時には分断するようにこうそれぞれが動くんですか？そうですね、その時それぞれにやっぱり周りの状況を見てでしょうね、その時にやっぱりあったれば、まあ、FM の試合見てますと、やっぱりあの黒田、中川、それから誰あたりが入ってくるんでしょうか、まあ、早草選手、こういった正規軍を組んだ時というのはものすごい動きがいいですよね。集まる時は集まって、別れる時は別れると、見事な連携プレーを見せてくれます。まあそうですね、田中選手なんかもそうですね、田中、黒田、中川、まあ、早草選手は今ちょっと外れる時が多いですけどね、さあ念仏パワーボム、額には鮮血が、鮮血が流れていた人生、やっぱりこの人を投げるのはおいそれとはいきません。さあ、アッサンボームでしょうか。あ、投げ飛ばしました。今のはコルバターでしょうか。いいタイミングで投げ飛ばしました。リック・モートン、テネシー州のナッシュビル出身です。お父さんが元プロレスラー、引退後はテネシー地区のレフェリーとして活躍されたポール・モートン、まあレスリング一家です。あーっと、ゴーストバスター、カウント取ります。ここはリッキーが助けに来ました。同じパートナーです。ニューロックンロールエクスプレス、ものすごいラリアット。ザ・グラジエーター、現在2冠王です。強烈に入りました。これはどうでしょうか。返せるか。人生が来ました。人生がカットです。グラジは高校時代プロフットボーラーになろうとしたらしいですね。これだけ大きかったんですね。なれますよね、多分ね、まあ層が厚いプロフットボールでしょうけれども、まあそれは残念ながら断念したということです。代わりに目をつけたのはこのプロレスです。合体技、パワーボムと、それからネックブリーカードロップ。まあこの2人は外国人最強のコンビと言ってもいいでしょうね。そうですね、グラジとスーパーレザー。低空ドロップキックはモートン、いや、ガンノスケです。あーと、有刺鉄線を今ペンチか何かで切りまして、縛り付けてるんですね。
人生が縛り付けられてしまいました。一方向こうではガンノスケが、スコーピオンかあるいは逆エビを決めています。キヌネスも参加してまいりました。ペンチを持ち出しています。向こうでいたぶられてるのこれリッキー富士ですか。そうリッキー富士ですね、はい、ブーツ履いてませんからリッキー富士ですね。まだ頑張っています。リッキー富士こらえています。あれ何でしょう、スコーピオンブスロック、ちょっと透明なんで、はっきり分かりませんが、裏、アキレス腱固めで逆エビの体勢になるかもしれません。こちらもやられています。ちょっと形が崩れてるんですね、スコーピオンか何かが。おっと、ギブアップしたのか。いや、これは自ら放ちました、ガンノスケ。ガンノスケは自ら放ちました。ニックモートがどこにいるんでしょうか。どこへ倒れているのか。縛り付けられています。あーっとこれはペンチです。これでは動けないでしょう。ビッグモートがここで倒れていました。タイムドライバーか、ツームストーンです。ツームストーンドライバースーパーレザー、これで疲労の首を折ったことがあります。おっとカウンター2です。まああれは怖いでしょうね。頭からですね。あーっと火を引こうというところ、ロックモーラー登場しました。ビッグモートもこれは阻止します。長浜さん、火吹かれたことあります？ありますか？間髪入れず、やっぱとんでもないですか？人生にあれはないですよね、やっぱね。おっとカウンター、あわやというところです。リッキー富士返しました。リッキー富士の形相が変わっています。相変わらず人生は、人生拝まれてます、拝まれてます、人生拝まれて。そしてこちらでは念仏パワーボム、なんとスーパーレザーも終わってしまった。ホールラン、あーっとカウント3です。新崎人生念仏パワーボム、いや念仏サンダーファイヤーを阻止することができませんでした。これは仕方ないですね。ね、動けないですけどね。あーっと取り込んできたのはこれ田中ですね。あ、そういえば今度田中が 9.28 加瀬球場でやるんですよね、グラジエーターと2冠をかけて、はい、まあそういったこともありましょう。それからまあこれの戦いっぷりというのも田中のハートに火をつけたのかもしれません。ゴンが連打されています。勝ち名乗りを上げましたアメリカ版 FMW 大阪の地での勝利です。電動ノコギの音でうまく聞き取れませんでしたけども、これが有刺鉄線だとガンノスケ言ってたみたいですね、はい、まあ本当にそのと、ああ二人で拝んでしまいました。その横ではスーパーレザーが電動ノコギの爆音、まさに本当にこれが有刺鉄線と、まあ人生曲がれちゃいましたからね。まだまだ人生の苦行の旅は続きそうです。